ャマなんでちょっと上着いきます。今日めちゃくちゃ天気良くてね、外でねお布団干してます。冬の時期天気いいと嬉しいよね。なんか日向ぼっこできる。手と足がねめちゃくちゃね朝晩冷えるからね、こうやって温めてます。なんかこうやるとなんかそのお日様に向かってこうやってなんかこうチャージするといいみたいなのを引いて手のひらをこうやってで足も温めてます。めちゃくちゃポカポカして気持ちいいんだよね。もう猫の気持ちがわかる。さっきお姉ちゃん家行ってきてね、あのごま塩くんたちもね日向ぼっこしてました。気持ちよさそうだったな。何食べてんだよ。ちょっとおやつを買ってきたので購入品紹介したいと思います。今日のエコバッグはこのシロタンのブラックシロタンです。お姉ちゃんからずっと借りちゃったエコバッグです。バナナちょっと入れてるけど、なんかデザートとかにできそうだなと思って50円引きです。ご飯系は冷蔵庫に残ってたからおやつだけ買ってこようと思っておやつ買ってきました。いろいろ今なんかいろんなとこでブラックフライデーやっとって、なぜか100円ローソンでもブラックフライデーっていうセールみたいなのやってて初めて見た。じゃーん、これも割引コーナーを漁ってて見つけました。なんか美味しそうな白桃ゼリーです。こういうね、なんだろう、ゼリー系好きなんだよね。一粒いただきたいと思います。いただきます。普通のゼリーと違ってなんかデパ地下にある有名な果物ゼリー、あるゼリーなのかな、ゼリーグミみたいなのあるじゃないですか、あれに似てる。めちゃくちゃこれで200いくらが50円引きだから100いくらで高級ゼリーの味を楽しめたんだと思うとめちゃくちゃラッキー。なんかねすごく弾力があってねジューシー。続きましてじゃあこのお菓子もめちゃくちゃ好きなんだよね。このシリーズいろいろあって中にアソートみたいに入ってるのもあるし、こうやってあの種類別にあるのもあって、この種類丸いやつが一番好きでね、あのそんないっぱい入ってないからちょっと入ってる感じだからすごく食べやすくて美味しくて好きなんでね、一粒いただきます。全部一粒つまみ食いしてるよ。こうやって丸いチョコレートなんですよ。服の色とかぶっちゃうね。うん、なんかコーヒー飲みたくなってくる。続きましてこちらです。これが今日のおやつで買った中でメインの商品となっております。生チョコモンブランです。これね見た瞬間ねうわ絶対美味しいだろうなと思って、
もう無意識にカゴに入れちゃってました。これは後でゆっくりあったかいお茶と飲みながら、あったかいお茶と一緒にいただきたいと思います。アイス2つ買ってきました。パルムとこれね、なんかチョコが増えたやつみたいです。これパリパリして美味しいんだよね。今日ちょっとあったかいから、なんか冷たいもの食べたいなと思って、冬だけどちょっとアイス買っちゃいました。ちょっとパルム好きなんで、ここで食べようかな。いや、なんか今日チョコ色だな、全部が。どんだけチョコ好きなんだろう。このね、パルムね、ファミリーパックもあって、ファミリーパックよく買ってたんだけど、夏の時にね。でもね、あれ、一人で全部食べちゃうから、いけないなと思って、たまにこの一本だけのやつ買うようにしてます。これ変わらず美味しいです。森永なんだ、ここ。ちょっと今日声がおかしいな、なんか。声おかしいよね。いつものことか。なんかね、このね、チョコの部分がね、めっちゃ分厚いんですよ。分厚くて、なんかね、もちっとしてしっとりしててね、中のこのミルクがね、なんか濃厚なミルクなんだよね。なんかすごくマッチしててね、美味しいの。美味しいの、そこ。幸せって感じになる。冬だけどたまにね食べたくなるよね、アイスって。100均大好き。セリアでずっと日用品を買ってきたので紹介したいと思います。何の参考にもならないと思うんですけど、生活で切らしてる日用品とかを普通に買ってきたので、めっちゃリアルな生活感満載なんですけど、日常で必需品のアイテムになるんですけど、レジストッキングネットです。これはね、キッチンで生ゴミ用とか排水口につけるときに、排水口じゃないや、なんかオーケーだっけ、つけるときに使うやつなんで買い足してきました。スポンジです。なんかいつも安くてコスパいいやつを探すのに必死なんですけど、この7個入りってのが一番コスパ良かったので、これ買ってきました。これはね、皿洗う時とお風呂を浴槽を磨く時に使おうかなと思います。前は究極に節約してた時は、こういうスポンジを4等分ぐらいにカットして使ってたんですけど、そしたらこの網網の部分とスポンジが分解されちゃって、もうあらぬ姿になっちゃったから、もう切って使うのは、そこまでするのはやめようと思ってね、もうこのまま使いたいと思います。セロテープです。メルカリとかハンドメイドとかの梱包をよくするんですけど、それでよくテープがなくなっちゃうから、長さが長くて多く入ってるものを選んで、コスパいいなと思って買ってきました。5個入って100円です。なんかアマゾンとかで大量にまとめ買いで安いよってやつもあるんだけど、まあとりあえず緊急っていうことで100均で揃えてきました。やっぱ100均は便利だな。100均ってね、買わなくても見てるだけでも楽しいもんね。続きまして、こちらの綿棒です。綿棒はめちゃくちゃ便利な
アイテムなんですよ。あの生活日常的にも便利だし、あのハンドメイドなんか作る時とか絵を描く時にちょっとはみ出ちゃったから綿棒でちょっとあの取ろうみたいな時とか、あと綿棒でポン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 なんかイラスト描く時とか、なんかちょっとねお顔のお手入れする時とかもめちゃくちゃ便利で気に入ってるアイテムです。これは250本で、これ詰め替え用100円だったので、いっぱい入ってお買い得だったんでこれ選びました。続きましてこれです。背中楽洗いです。これは取っ手がついてます。本当はねこの背中洗うためのタオルを目的として買ったわけじゃなくて、最近ね洗剤、体洗う洗剤を節約しようと思っていろいろ調べてたら石鹸がそんなに減らなくてコスパいいよっていろんな節約の YouTuber の人も言ってたし、お姉ちゃんも赤箱の牛乳石鹸をおすすめしてきてくれたから、なんかLINE でね相談したら、あ余ってるからあげるよって2箱ぐらいくれたんで、それを今ただでちょっとお裾分けしてもらったんで、それを使っております。でも牛乳石鹸って普通のなんか容器に入れとくとなんかぬるぬるしたりかびちゃったりして嫌だなと思ったから、今なんかねこういうネットに入れて、でこうやってパチンってして吊るしてるんですよね。でもなんか紐があって吊るしたいなとか思って、なんかそういう、カバーネットみたいな紐ついてるやつ焼けにないかなと思って探してたんですよ。石鹸カバー、石鹸をカバーしてくれてこういう吊るせるやつないかなって探してたけど全然なくって、これだったらなんか代用できて吊るせるんじゃないかと思って一応買ってきたんですけど、どうなんだろう。あ、ここをちょっと切って、こうちょっと切って自分なりに DIY して、で中にここに溜めてこうやって潰せばよくない。で泡立てるときこうやってゴシゴシしてできそうな気がする。ちょっとなんかねいろいろね時々ねなんかやっちゃうんだよね。それ用に使うために売ってるアイテムを自分なりにそれ以外のもので使ったりとかね時々やっちゃうんですよ。こちらです。このスマホホルダー、前買ってたやつがなんか急にね年季入ってたか分かんないんだけどね急にボギって掘れちゃって使えなくなっちゃったから、ちょっとシリアで良さげなやつを買ってきました。あ、前使ってたのと同じっぽい。よかった。これは縦動画も横動画も撮れるから便利なんだよね。そうなんだよ。なんか未だにこれ YouTube 動画結構撮って長いんですけど、いまだに何のスマホスタンドがいいのかいまだに分かんなくて、自分なりに、なんかみんな何のスマホスタンド使って動画撮ってんだろうなとか思うんですけど全然分かんなくてさ、
なんか100均のばっかりいつも使って撮ってます。なんかおすすめあったら教えてください。で、こんな感じで縦動画も撮れるし横動画も撮れるよって感じです。こんな感じで動きます。そう、いつもね100均のねスマホスタンド、これとあと3本足のやつしか使ったことなくて、だからすぐ壊れちゃうかな。100均で十分だからね。あの動画もいつも iPhone で撮ってるんで、こんな感じで100均大好き節約大好きのごまこの100均紹介、100均購入品紹介でした。最近デブ症で家にこもりがちなんで、また太ったかもしれません。ちょっと筋トレ頑張ります。ではでは、最後まで見てくれてありがとうございました。それではまたねー。